フィニッシュした時に上の筋肉は伸ばします。そして下側の筋肉は縮めます。百州武道具店の動画。剣道をやっているとふとした一言が心にしみることがあります。まだコロナの影響が出る前、これは店長が今年の2月に聞いた忘れられない一言です。珍しく東京で稽古をさせていただく機会があり、その後皆さんで食事会がありました。田舎者の私は驚いたのですが、その場には8段の先生が6人もいらっしゃってました。楽しく食事をしている途中で、ある藩士の先生に参加者から質問がありました。先生はどうやったら今でもそのような打ちができるのですか？剣道と年齢についての質問でした。藩士の先生は、年は70代半ばでしょうか？答えました。いいですか、A さん。手の内はね、年を取らないんですよ。何気なく話されていた一言に衝撃を受けて、店長は一瞬お酒を飲むのを忘れました。え、今のって。そう、まさに剣道の本質を垣間見た瞬間でした。素振りをする目的は手の内を作るため。今みんなが頑張っている素振りが上手になると、手の内ができてきて、それは60歳になっても70歳になっても一生忘れることはないんです。素振りには夢と希望しかないですね。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか。今日は素振りをするときに大切な10のことの後半編、2本目になります。1本目見てないよって人は先にそっちを見てください。じゃあ早速スタートです。早速ね、今日の話進めていきたいんだけど、その前に一つだけ、1分だけ時間ください。前回の補足です。何の補足かというと、前回こう振りかぶった時に剣先が下がりすぎないっていう話したのね。これ下がりすぎる原因、もう少しだけちょっと詳しく話させてください。それは振りかぶった時に左手の小指薬指が緩んじゃってんです。ここが緩むと剣先必ず下がります。ここは緩めちゃダメです。緩めないまま上げて下ろすと、ここは絶対緩めない。そしてもう一つは、これもつながってる話なんだけど、振り上げた時にここが緩む、左手の小指薬指が緩むと同時に手首を返しすぎるんだよね。手首を返しすぎるとほら、こういう風に下がってしまいます。じゃあ法則はここまで。じゃあ早速いきます。後半戦で大事なこと、一つ目はフィニッシュした時の手の高さです。手の高さっていうのは、右手は肩の高さ、左手は溝落ちって言われてます。溝落ちどこって人は、ここ触ってて柔らかいとこ、ここが溝落ちです。パンチされたら息できなくなるとこ、ここが溝落ち。だからフィニッシュっていうのは、右手は肩の高さで、左手は溝落ちなわけです。まずはここまで。そして続けていくと、右手はフィニッシュした時に上の筋肉は伸ばします。そして下側の筋肉は縮めます。一瞬縮める、こっちを縮める、上側は伸ばす、こういうイメージです。一瞬ね、一瞬。そしてさらに細かいことを言うと、フィニッシュの状態の時には、右手も左手も下の3本指、小指、薬指、中指っていうのはビシッと決まらないといけないです。ふにゃふにゃしてちゃダメです。ビシッと決めないといけないです。さらにもうちょっと突っ込んで言うと、右手は親指、人差し指、中指を軽く締める感じです。上伸ばして、下締めて、締める、一瞬締める感じ。という感じですね。フィニッシュの状態をもう一回見直しましょう。そして二つ目に大事なことなんだけど、これもまたフィニッシュの姿勢なんですよ。フィニッシュの姿勢。これでどこまで切るか、
ていう話なんです。これは素振りの時にはイメージするんですよ。イメージする、自分と同じ身長の人が目の前に立っている、その相手のどこまで切るのか、これは顎までなんです。顎まで必ず切る練習をします。これ多いのがフィニッシュが高すぎる人が多いんですよ。高すぎる、もうここまで、ここまでしか打ってない。それだと打ちは全く強くならないです。顎まで毎回切るように素振りをします。それでちょっと余談になるんだけど、これは例えば打ち込み台、タイヤだったりいろいろするじゃない。そのタイヤの高さも自分と同じ高さだったら、これ高すぎるんですよ。どうしたってこういう打ちになっちゃう、高すぎる。じゃなくて自分の身長よりも10センチ低い打ち込み台、タイヤを打つとしっかり手も伸びてうまく当たる、打ちが強くなります。それで3つ目に大切なことは、これは小学生、中学生だとまだ難しいかもしれないんだけど、意識だけしてください。話だけ聞いてくれたらいいです。それは1拍子の素振りをするってことなんです。一拍子って何って思うかもしれない、もしくは先生が結構言ってるかもしれないんだけど、実際にやるとどういうことかっていうと、いきます。上げて下げてを1でやるのが一拍子なんです。1でやるのが一拍子、反対は二拍子って言われてて、1、2、1、2、これが二拍子です。3、4、これが二拍子の素振り。一拍子の素振りは1、1、1、1、1、1しかないんですよ。だから1拍子なんです。だからこの辺が結構剣道が変わっていくポイントになるんだけど、もし手の握りもそのまま、ここの形も変えないで肩を使って1拍子で触れるようになってきたら、小学生中学生とかもしできるんだったらめちゃくちゃ強くなると思います。それで4番目に大事なことは、手と足の連動なんです。これがやっぱりね、素振りやっててすごく難しいと思うんだけど、大切にしたいところだよね。これはレベルによって足の使い方は素振りで2種類あると思ってください。まずは初心者レベル。初心者レベルは振りかぶったところ、もうちょっと言ってね、振りかぶったところから振り下ろすと同時に右足を一歩出す。振りかぶったところから右足を一歩出す。振り下ろすときに出す。振り下ろすときに出す。これが初心者レベルの素振りです。これ何をやってるかというと、危険帯の位置をやってるんです。振り下ろすときに足を踏み込むっていう危険帯の練習、位置の練習をしています。それでレベルが上がってきたら、上手になってきたら、1拍子の素振りっていうのをやっていきます。それは、こう構えてって、足の前へ出た左足を引きつけた。この中に手の上下を入れてるんです。1拍子で。わかるかな？難しいよ。構えてて、右足出ました。その中に手の上下を入れて、当たるときに左足を引きつける。いきますよ。右足出た。振りかぶった。振り下ろすときに一緒に左足を引きつける。1拍子の素振りですよね。これは、何の練習してるかっていうと、あれ危険帯一致じゃないじゃないって思ってる人多いと思うんだけど、これはいつ使う足かっていうと、王子技なんですよ。王子技、例えば返し胴の時に右足出して受けた、引きつける時、左足を引きつける時に打つ、この足なんですよね。というふうに素振りには2種類の足がある。どっちやってもらってもいいと思います。大事なことはレベルによって使い分けたらいいと思うんだけど、とにかく手と足を何としても合わせる、連動するんだっていうところですよね。これができたらだいぶ素振りも楽しくなってきます。そして引きつける時も、ちょっと僕今足怪我しててできないんだけど、鋭く引きつける、鋭く引きつける、鋭く引きつけるっていう感じです。そして5番目は、これもフィニッシュした時なんだけど、フィニッシュした時のこの腕、肘の伸ばし方なんです。これね、結構ね、肘が痛い、剣道肘、これ痛いって人も多いと思うんですけど、この間もねメールいただきました。ちょっと紹介しますね。こんばんは、35歳男です。地元の県友会で指導をしています。剣道肘、テニス肘に悩まされています。悩まされている学生はたくさんいると思いますので、ぜひ動画でアドバイス、休まなきゃダメだよとか、病院に行きなとか動画にしてもらえませんでした、ありがとうございます。こういうふうにいただいてまして、これに関しては僕もどっちか
なってずっと悩んでたんですよ。これもこの間ね読んでたらあったんですよ、剣道日本2019年の7月号ちょっとだけ読ませてくださいね、これはもちろん、阪神八段林邦雄先生の、文章なんですけど、ちょっとだけ読ませてください。これまでは腕を十分に伸ばしなさい、打ち切った素振りをしなさいと指導するのが一般的である。腕を十分に伸ばして打つことは肘を痛めることとなる。テニス肘や野球肘はフォロースルーで振り切ることで肘の障害が発生する。つまり伸ばしきっては良くないのである。そこで肘は伸ばしきらないでやや曲げたまま固定し、小指と薬指そして中指を瞬時に締める、握り締めることで手首が伸びるので、手首を伸ばせ肘を十分に伸ばせという指導は肘を痛めるから戒めなければならないってことでね、これ言ってるのは最後手を締めると勝手に伸びるよ、でもここを締めるから伸びるんだけど伸びきりはしないよってこと言ってるんだよね。ほんと勉強になりました。それでやっぱり怖いのは素振りをねやってて肘が痛いとか、それこそ手首が痛いとか、僕も痛かったんですよ。最初痛かったの。だから、その痛いまま、がむしゃらに本数を重ねるっていうのは、もうそれ一番きつい。きついっていうかもう、辛いし、苦しいし、楽しくないと思うのね。だから、僕みたいにこう、軽い木刀を使ってみたりとか、たまには手刀でやってみたりとか、振り方そのものを少し研究してみて、もう細く長くできるようにやっていきたいですよね。以上が、素振りをするときに大切な10のことの後半編になります。僕のチャンネルではこのように小さな階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。